アレクサンドル・ミルランは、フランスの政治家。第一次世界大戦後の1920年1月から、首相となり、同年9月第12代大統領。パリ10区に、布商人の息子として生まれる。パリの法学部でライセンスを取得し、パリで弁護士登録した。1885年に大義士に当選し、政界入りを果たし、 最初求心社会党と行動を共にすることが多かったが、後に共和主義社会党に倶替えする。1899年から1902年まで、ピエール・ワルデックルソー内閣の少将となったが、この時の入閣では、社会党内の内紛を招き結果として彼は、社会党をサリ共和主義連盟に再度倶替えしている。その後、1901年から1911年まで、 公共事業、通信省、1912年から1913年、及び1914年から1915年まで、陸省を務めた。第一次世界大戦後の1920年1月、フランスの首相となり、鉄道、炭鉱の総費業を弾圧、同年9月フランスの大統領に就任し、ルール問題等に当たってきたが、1924年春の選挙に勝った。 左翼連合から受け政策を通撃され、満期前の同年6月に辞職。後1925年から1940年まで上院議員となった。本名をカーンというユダヤ人でフリーメイソンの結社員であったという。第2インターナショナル結成の2日後にパリで世界のフリーメイソン大会を主催した有力人物の一人、ありがとうございます。